本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。2月21日シードリング新木場大会についての、会見および、調印式を行わせていただきます。ということで、前回やっと、2022年の開幕戦を迎えることができて、皆さんどうでしたか？良かったです。すごくこう新たな風を吹かせられたんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい、リングのキャンバスも、新生シードリングスタートに合わせて新しくして、ね、もう結構足跡がついて大切に磨いて使って、ね、はい、はい、この第2戦も本当に、タイトルマッチもありますし、気合を入れて熱い大会にしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで、全対戦カード発表させていただきます。第1試合シングルマッチ、川田理子シードリング5番勝負第5戦、20分一本勝負、堀田恵美子対川田理子。第2試合ハイスピード 3A マッチ、20分一本勝負、よしこ VS 山下里奈 VS 高瀬美雪。第3試合6人タッグマッチ、30分一本勝負、誠&笹村彩音&海樹理子 VS 松本ひろよ&青木いつき&真代優希。メインイベントシードリングビヨンザーシーシングルチャンピオンシップ30分一本勝負、王者中島有沙対挑戦者中森花子。第7代王者初防衛戦、挑戦者が勝利した場合第8代王者となると、全4試合になりますということで、はい、まず、第1試合なんですけれども、前回の新木場で海樹理子の5番勝負がね終わりまして、はい、うん、ありがとうございました。はい、どうでしたか、5番勝負通して。そうですね、はい、全部結果は負けてしまったんですけども、その1戦目とその5戦目だと絶対見て分かる違いが出たと思ってますし、自分の中でも成長した部分は あったので、そうです、はい、本当に苦しかったし、もう何回もリングで泣いてしまったんですけども、その分絶対成長もできたし、心も大きく心も強くなったので、今後シードリングのリングでどんどん強くなっていきたいなと思いました。いいですね。そう、リコから見て川畑の、そう、あの外してきた第5戦はどうですか？堀田恵美子選手とシングルマッチ、はい、もうかぶしてきたことに対して本当に何なんだと、すごい怒ってる、ね、そうです、本当に怒ってるんですよ、思いまして、そうですね、でもなんかそう、すごくこれは言いたくないんですけど言いますけども、うん、その川畑理子がいたから、なんかその負けたくなかった、うん、から本当になんか最初はムカついたんですよ、かぶしてきたことに対してムカついたんですけど、なんか川畑理子っていう人がいたから、自分も本当に相手選手にも自分にも川畑にも負けたくなかったから、そのなんかいい刺激にはなったなと思うし、次川畑さんが、川畑理子が最後5番勝負最後なので、ここで川畑がもし勝ったら自分の負けだし、ここで川畑が負けたらドロー、自分と川畑ドローだしっていうのもあって、まあ自分はすごく 見ますこの試合、見ます、はい、見ようと思ってます。見ます、はい、そうですね、はい、リコも5番勝負プラス川田との、ね、間接的な戦いでもあったと思うんで、はい、はい、第1試合は指定対決、はい、はい、皆さん楽しみにしていてください、はい、ということで第2試合ハイスピードマッチの意気込みを、はい、我々はちょっと、はい、はい、ご意図増しました、はい、新生シードリング、はい、新生よしことして、はい、帰ってきてくれましたが、次が復帰第3戦になります、はい、そこでなんとハイスピードマッチで、はい、意気込みお願いします、はい、よしこ、そうですね、久々のハイスピードマッチに参戦ということで、まあ心配なことは一つもないんですよ、もう普段から、ね、夏希さんに
で練習見てもらって、よしこは本当にデビューする前練習生の頃から自分がコーチだったので、その頃からね、自分がコーチっていうことは必然的にそういうハイスピードの練習みたいな速い動きもやるし、でもありとあらゆる動きを若い頃からできてた子なんで、はい、どんなジャンルでもどんなルールでも対応できる、はい、力を持っているので、またこの試合をどうよしこが料理するのかっていうのも楽しみですね。はい、そうですね。で相手に山下と高瀬、うん、で前回のハイスピンも見させていただいたんですけれど も高瀬の無双でちょっとなんかもうイラッとするぐらい、気合が入りすぎて、でも出てきた瞬間からちょっとイラッとしてきてそうですね。でもなんか気をつけてね、あのテンションと勢いのハイスピードを見せてくるから、そこに乗っからないように気をつけて、はい、前回も少し皆様にお見せできたかなと思うんですけれども、新しいよしこというか、うん、新しいものを、まあ、この間全然ほんとちょこっとしか皆様にお見せできなかったので、このハイスピードマッチでさらに、ね、まだまだ、はい、進化中なので、無限の引き出しをよしこは持っているので、はい、その引き出しをどんどん、はい、さらにちょっとハイス、スリーウェイだから、はい、そうですね、頭脳戦にもなると思うんですけど、はい、まあ、夏希さんもいますし夏希、はい、さんは自分の味方なんで、パーカー最強もうレフェリーが味方って一番強いと思うのでそこをうまく使って、はい、ハイスピードマッチ、久々のハイスピードマッチへ勝利したいなと思います。頑張ります、絶対勝つぞ、はい、カバカツ最強最強うちのタックじゃないうちのタックで出るみたいになっちゃう、はい、ありがとうございます。久しぶり、質問とか大丈夫ですね、お願いします。はい、はい、生後 JW 笹村あゆみです。はいはい第3試合目、久々のラス英語自分組めます。5番勝負が終わって初めての試合になりますので、5番勝負でいろいろ学んだことをこの試合で出そうと思っています。今回アスカさんがちょっと、はい、海外に、そうなんですよ、お出かけなさっているので、なので我々が、はい、ラス英語として頑張るのはもちろん、なんと今日皆さんにお知らせがありまして、こちらなんと、まあ、ラス英語として頑張るのはもちろんのことなんですけど、これからは笹村あゆめと海樹理子がシードリングを荒らしていきたいということで、はい、なんとタック名を考えてきました。イエーイ、タック名がこちらです。じゃーん、リトルツインベリーズ。イエーイちょっと長いんで、リトベリ、そうですね、リトベリで、リトベリでいきたいと思いますはい、いきたいと思います。はい、ね、これからは、はい、リトベリがシードリングを引っ掛け回していきます。はい、頑張るぞー、頑張るぞー、はい、すいません、対戦相手の3選手についてはどうでしょうか。はい、松本博代&青木いつき&真白ゆき、真白ゆき選手は、シードリング初参戦になります。同期で、ね、そうです、同期で、真白ゆきのデビュー戦以来の対戦になるんですけど、まあ、なんか最近そのよく見るんですよ、その試合とか、まあ、なんかやちょっとやってんなみたいな感じですけど、同期として、まあ、ベルトも持ってるので意識はしてますし、絶対負けれないところでもありますし、負けないんですけど、絶対負けないようにして、シードリングのリングはこういうものなんだぞっていうところを真白雪には分からせてあげたいと思っています。はい。自分も青木いつきが同期なので、
やっぱりね、同期には負けられないよね。そうですよ。絶対に負けたくないし、はい、負けられないし、むしろ負けないんで。そうです。負けない。絶対、はい、負けません。はい。松本さんは、誠さんにお願いして。そう、同期ですか、そこも。そうだ。あ、そうだ。みんな同期対決。そこも同期ですから。そうですよ。はい。すごい。同期をぶっ潰します。はい。で、最後にはラス英語が勝ちます。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。撮影のお願いします。はい。どうでしょう。こうだ。お願いします。挑戦者中森花子選手の方から調印お願いします。はい、中島愛さん選手、はい、お願いいたします。2022年2月21日東京新木場ファーストリングにて行われる王者中島ありさ対挑戦者中森花子の試合はシードリングベルト管理委員会が認定するシードリングビヨンザシーシングルチャンピオンシップのタイトルマッチとして開催される。この試合に出場する2選手はタイトルマッチ出場としての名誉と誇りを担うとともに正々堂々と戦うことを誓いここに調印する。それでは挑戦者中森花子選手の方からコメントなどにお願いします。はい、ピアジェイトスピオレス中森花子です。よろしくお願いします。遡ること2018年、私はこのベルトの初代チャンピオンを決めるトーナメントに参戦してるんですけども、準決勝で中島愛さんに負けてしまいました。まあ、まあ、その負けも、まあ、2人の物語の中の一つって私は捉えてるんですけども、やっぱりチャンピオンになれなかったので心の中にはずっと引っかかっていました。で、去年シードリングに何度か参戦させていただいたんですけども、初めてハイスピードのルールに参戦したり、同期の戦いだったり、あと初めて対戦する選手とかもいて、すごく刺激的なリングだなと思って、まあ、これからも、ね、また参戦できたらいいなって思ってたんですけど、去年の10月13日シードリング後楽園大会メインシングル中島愛さんとのシングル、私はそこで勝ちました。もうそんな大きな舞台で私は勝ったから、もうこの瞬間にシードリングのベルトを巻きたいって本当に思いました。その日はタッグって言ったけど、心の中にはシングルもあったし、当時はシングルチャンピオンは水波選手だったんですけども、もう絶対中島は勝つと思ったし、もう勝ったら絶対私のことを指名してくれると思ったから、こうして今日に至るまでもう私の思惑通りというか思い通りにことが進んで本当にありがたく思っています。ありがとうございます。で、私たちタッグチャンピオンだけど、負けたままだったら隣に入れないとかなんか言ってたんだけど、別にいいじゃん、負けたままでもいいよ、隣にいていいよ、私はそう思ってる。それで私はこの戦いでどうしてもお前に伝えたいことがあるんだよ。見ろよ、 I love you。何これ、私はベルトが負けるっていう、本当にチャンピオンになれるっていうのは愛だと思うし、ベルトへの思いが一番、ベルトへの思いが強いやつが、愛があるやつは勝てるし、チャンピオンになれる真のチャンピオンだと思うし、それは団体愛であってそうだし、私はピアジェを団体すごく愛してるし、私一人の戦いじゃないんだよ、ピアジェ背負ってお前に挑戦するんだよ。 I love you、見ろ、 J があるんだよ、そして目を閉じたら D がある。
ないよ。何を言ってんの。最後は愛が勝つっていうのを証明してやりたいと思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。王者中島梨紗選手、コメントお願いします。この後に何を言えつんだよって感じなんですけど、まあ、なんかこの間のあの新木場でのマイクの時もそうだったけど、なんかわかんない愛とかさ、そういう、まあ、タッグパートナーとしてみたいな、なんか熱い試合しようよみたいな、そんな気はまあこっちからしたらもうさらさらなくて、なんか2人で何かをみたいな、2人にしかできない戦いとか、そんなのを言ってる時点でもうこいつの負けが決まったようなもんだと思うし、私は潰す気しかないし、今もうこの時点でタッグパートナーでも何でもなくて、もう敵でしかないので、まあ、あの去年のリベンジっていうのももちろんありますけど、まあ、本当にまあ同期としてとか、まあ、ライバル、まあ、ライバルでもないな、私の方が上だと私は思ってるんでですね、まあ、きっちり勝って、まあね、ぶっ潰す試合をしたいと思います。お互いそう思ってなかったら、本当にお前もそう思ってなかったら一瞬で終わらせてやるからな。ありがとうございました。それでは質疑を投入させていただきます。いや、その前にお前がそういうだったら、もうこっちだってそうだよ。もう何が、いや、お前、私が挑戦者でチャンピオンっていう風になってるけど、当日は私が青コーナーで先入場、赤コーナーで中島梨紗が後入場なだけなんだよ。お前が挑戦者なんだよ、リベンジの前。はぁ、ふざけんの、お前が挑戦者だろう。私現に、私もう去年勝って思ったんだよ、あ、こいつには負けないって。はぁ、現に2月6日ピアゼーの板橋大会で私の記念試合があったんですよ、タッグマッチで、私佐藤さんと組んで伊藤カエル選手、そして中島梨紗、私は中島梨紗に直接勝って、あ、こいつには本当に負けねえんだな思いました。もういつまでもそんな過去のことを言ってんじゃねえよ。挑戦者だったらなんでさ、こういうノート持ってこないの。あ、見たんだよ、見たんだよ、挑戦。しかもパクリだろ、私がやったやつのパクリじゃねえかよ。あれしょ、なん私、ね、挑戦者のなんで私のことはさ持ってきてくれなかった。中島は中森花子っていう字私見たくて、やっぱ字は心を映す鏡って私は思ってるから、まあ、書いてきてるんですけど、まあ、字が下手だから恥ずかしかったのかな、分かってよ。ちょ、なんだよ、あ、試合でやるの、ふざけんなよ、ふざけんなよ、ジュエ下手じゃねえよな、別に下手じゃねえよ、ふざけんじゃねえよ。じゃあ負けねんだよ、お前には。下手ですか、ほら、下手って言ってるから言えないよ、言ってほら愛想笑いしかできないわ、そんなに。は公平な立場にいる人に、お前みたいなこんななリバースエッジしかできねえようなやつに負ける気一切しねえわ。いや、いいよ別に、あの私はもう本当に負けないよ、お前には。私の方が強いんで、私がいるからこのタッグチャンピオンだってな。はぁ、ふざけんなよ。できてる、あのなんだ、タッグとしてできてるのは私のおかげ、全部私のおかげ、ここまで来たのも私のおかげ、このデイリーのチャンピオンだって私のおかげ、チャンピオンになったのは。なぜなら愛があるから。お前にはねえんだよ愛が。団体愛とかあんのかよ。あるよ、愛してるよ私だってシードリングを。そうだろ、団体同士の、団体背負った選手の戦いなんだよこれは。熱いだろうがよ、それが。なんで熱い戦いおかしいって言うんで、おかしくねえんだよ。チャンピオン何だと思ってふざけんなよこの野郎。何がおかしいんだよ。おかしいなんて別に言ってんねえだろ誰も。愛はあるよ。ノート何ページか見せていただきたいんですけど、これはちょっとさっきまだ電車で途中だったんですけど。ふざけんな、電車で書くなよ。まあ一日迷惑なやつだな。去年、あ、去年は昨日か、昨日はこれです。あ、まだ3ページ少なすぎだろ。え、全部いい。あ、もう決まってから書いた。あ、だって決まったのは11だもん、2月の。もしこのベルトを取ったら、はい、なんかその後の展望などありますか、はいはい、シードリングのチャンピオンだからシードリングの大会で防衛はもちろんしたいけど、私はピアジェの選手なのでピアジェのリングでも防衛戦を行っていきたいと思ってるし、去年15周年記念試合でシングルを15人とやるってそういうシリーズがあったんですけど、もうやりたい選手がいっぱいいて、まあ、そういう選手と防衛していきたいっていうのもあるし、そうですね、チャンピオンになったらシードリングチャンネル YouTube のやつも週1回チャンネル持ったり、あと塩塗りだけを集めたユニットとかで、ユニットとか作りたいです。なんかシードリングってやっぱユニットあったりするので、そういうこともやっていきたいです。
中島選手、中森選手がこうシードリングにレギュラー参戦するようになって少し経ったかなと思うんですけど、はい、シードリングでの中森選手の戦いぶりであったり立ち位置であったりはいかがでしょうか。まあ、私がいるからこそっていうか、まあ、私がいなかったらもう参戦もないと思うんで、別にタッグの同じベルトを巻いてる同士の戦いはもうこのベルトの試合に関しては関係なくいくと。そうですね、まあ、今もうパートナーでも何でもないんで、この21日私が勝って握手をして初めてまたこのベルト、今度はタッグのベルトも防衛してい いかないといけないと思うしって感じですかね。本当お前って握手しないよな。は？基本的になんでお前なんかと握手するから。本当に私は勝って握手すればいいんだよね。なんか負けたらいつもね握手も何もせずに去っていくイメージしかないからさ。なんで握手しなきゃいけないの。なんもなんか、あ、もう負けちゃったみたいな、あ、もうすぐ控え室戻るっていうイメージしかないから、いや絶対約束しよう。まあね、勝ってね、私は勝ったら最後しっかり握手をして、私は勝ってきっちり握手したいと思います。大丈夫ですか。ありがとうございます。